こんにちは田中です、えー、私ですね、フリーランスで構成、えー、作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルでは私自身が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことなどをどしどし語らせていただくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、今日取り上げたいトピックは、えー、不倫や、えー、浮気に関する、えー、報道の 処分の差について語らせていただければなと思っております。えーまあ、報道と申し上げたんですけれどもた正しくは報道からのスキャン,スキャンダルからのご本人への処罰ですよね。あの最近もあの某、えー、政治家の方々が不倫報道が出たと思うんですけれども まあ、えー、地方に行った時とか、えー、都内とかで、えー、まあ、その、えー、不倫相手の女性と、えー、会っていて、えー、で、それがたまたま、その、えー、日本の次期リーダーを決める、えー、大事な日に、えー、その報道が出て、まあ、あの、これは、 えー、わざとそういう日に当ててくるってちょっとひどいよねっていう週刊誌に対する非難の声もあればあの女性を擁護する声もあるし女性を非難する声もあるし擁護する声もあるしでその不倫報道の当事者となった政治家の方を非難する声もあればあの擁護する声もあればあのまあえー、政治とは関係ないから。 個人の人格というか個人の所業というのは、えー、プライベートでの所業というのは政治とは関係ないからとりあえず法案だけはしっかり通してくれというような、えー、激励の声もあったりしてまあいろんな反応があったと思うんですけども今挙げた方はただの例であってあのー、こういったのってこれまでにも皆さんもご存知の通りたっくさんありましたよね。えー、特に2016年ぐららいからあの文春 『週刊文春』さんがいろんな報道を始めて、えー、なんかその一気にその不倫は悪いことみたいな感じになっちゃっていや、まあ、悪いは悪いと思うんですあの申し訳ませんちょっとなんか気分が害された方悪いは悪いと思うんですけれどもなんかその不倫報道が出てあの仕事を失ってっていう方がいる一方、まあ、事務所契約解除になっちゃったりとかそういった方々がいる一方を 何のおとがめもない方ってんかいらっしゃるじゃないですか今回の私が冒頭で説明した政治家の方も一応辞任はしなくてもいいということになったと引き続きその政治家として続けていかれるということを政治家というかリーダーとして続けていくっていうことを皆さんの前で約束されたんですけれども。 で一方でそのお相手となった方は、えー、事務所のホームページ今所属してたのか所属してないのかわからないですけれども削除されてしまったり、あのー、まあその他そのパブリックイメージがあるようなお仕事っていうものにはちょっと今後起用が難しいんじゃないかみたいなお話も出ていてなんかそういった面でその今挙げた例の2人以外にもお二方以外にも まあ一方が仕事は失って、一方はそのままでみたいな、なんかそういうことってよくありますよね。で、それに対する批判っていうのが、声もあったりするじゃないですか。なんでこっちは無害なのに、の何の音がいもないのに、こっちはえーなんかボロボロになってるのみたいな。の女性側が、その、こう、 えー、いや仕事を辞退せざるを得なくなったら女性側に擁護の声がいきますし男性側がもう事務所解雇されたとかそういったことになったらその男性側への擁護が行きますしもう、えー、それぞれ何かいろいろあると思うんですけれどもやっぱりそれってなぜ決まるかっていうとやっぱり力関係で決まってきてる部分はあるんですよねあとはパブリックイメージですよねあのなんかそういった今不倫とか、えー、そういったのをしてたとして あのなそういうことしそうな人だなっていうのは全然あのこう別に問題なく受け取ってくれるんですけれどもあのいやまあそうだし別に、えー、いいや、えーえー、っていうような <laughs> むしろその人が、えー、したって言っても僕は不倫しましたっつっても話題にもならないしあまあ毎日話題になったとしてもあ そんんなもんかみたいな、えー、イメージでご本人としてもちょっとショックなのかもしれないですけどそういった部分はもしかしたら全然話題になってないっていう部分は。えー、あのあとでもまあそのい,い,いい人イメージで売ってた人ような人とかまあ例えばその子煩悩であるとか、えー、良いパパとか、えー、良妻賢母であるとかそういったような、えー、イメージついてた人はそのボロボロなんかこうさ婚、えー、みたいになっちゃってもう大変ですよね。 でなんか、えー、それで差があるっていうようなあの処,罰処罰に差があるっていうのは僕も女子もちょっと納得いかない部分なんですけれどもそういったやっぱりその,、えー、力の差なんですよねあの、まあ、代表今回あの、えー、スキャンダルになったことは代表やられてたのでその座を明け渡すわけ他の人にやらせるわけには今のところいかないっていうような状況だったと思うんですよ。 えただそのお相手の方はいえー、まあ事務所の、えー、所属している1人のタレントなんで、えー、やっぱりその、えー、ま,あまあ言うなればその従業員の1人ですから野、えー、となれ山となれえどうしようがっていう、えー、どうしようがあ事務所の人次第ですってなっちゃうこともありますでやっぱりそれは事務所の力関係事務所自体の力にもよってくるんですよね、あのー、まあ老舗のの大手の事務所とかだったら えまあスキャンダルを起こしたとしても、あまりそのこうも途中でもみ消したりとかっていうのは実際にあることだと思いますし、話題にならなかったりとか、話題になったとしてもあの途中で火消しがあったりとか、別に何の問題もないみたいになったりとかっていうようなこともあったりするし、やっぱりそうですよね。そういった部分であの 皆さんが納得いかないっていう部分は正直受け取りますがちょっとこれはが現実っちゃ現実なんですよね。なので僕自身がそもそも思うのがもうそろそろ不倫とかっていうことでいや悪いことですよ悪いことなんですけれどもそれはあくまで家族間の問題であってあのそこまでその中間子も炎上させにいってるじゃないですかあえてなんかわざわざ炎上させにいく必要な。 炎上,させ炎上させてたきつけてなんかこうまあその人が処罰をされるにしろされないにしろなんかこうやって追い込もうとする風潮ってもうそろそろ潮時なんじゃないかなって僕自身には,は思っておりますそもそも曖昧じゃないですか不倫って <laughs> あの当時先ほど申し上げたように当事者の問題だから、えーまあ、何が悪いのっていう人もいるでしょうしあの 今回の報道を聞いた人の中ではいやめちゃくちゃ悪いだろうっていうふうな言う人もいるだろうしそれは気持ちはわかるんですけれどもそもそもその一応民法上では不法行為にあたるっていうものなんですけれどもあの関係性にもよるじゃないですかあの不倫っていうものの中にも僕自身はちょっと独身なんであ,のあまりちょっとそういうのよくわからないんですけれども例えばその相手の自分の家族との仲が悪かったとか。 離婚寸前だったとかそういったようなこともあると思うし、まあ、たまたまパートナーと関係が冷え切っていったら喧嘩してたってそういうことっていくらでもあると思うんですよあの夫婦関係というか、えーまあ、恋人関係でも、えー、そういったことってあるじゃないですか、えー、ちょたまたまそのちょっとけんしちゃったとかけん、えー、怠期とか、えー、なんか最近うまくいかねえなとかそういったことってあると思うんですよ、えー、そういった状況で例えばその異性が現れてしまったらもう なんかそういうふうなことになってしまうっていうのも100歩譲って理解できない100歩譲って理解できなくもないかなっていうふうに思ってはいるんですね。あのまあ、僕自身のスタンスとしては、まあ、やっぱりその、えーまあ、なるべく不倫とかそういったことは、えーまあ、金銭的問題にも発展することもありますしあの一般社会であったとしても会社を解雇にされなったりとか移動になったりとか。 あとまあ慰謝料とか払うことになったりとか、まあ、そういった実際的な被害もあったりするから被害って言ってるのかどうか分かんないですけれどもねあ,のあったりも事態になったりもするからあのなるべくなら避けた方がいいなとは思うんですよなるべくしない方がいいと思うんですただ状況によっては不可抗力な場合とかっていうのはやっぱり男女ですからで人間ってやっぱり前も申し上げたように本能に左右されてますしあの、まあ、性欲っていうのはやっぱり人間の本能の一つですし あとやっぱり人間ってその論理でいつも判断できるわけじゃないんで、あの感情と本能とってなんか合わさったら、まあ不可抗力でそうなってしまうっていうことはいくらでもあるんじゃないかなと思うし、皆さん動画を見てる方々の中でも実はそういった経験って一つや二つされた方っていると思うんで、やっぱりそこは僕自身はなんかこう目くじら立てて、絶対に悪いとか、えー、不倫するやつはゴミだとかそういったような気持ちにはなれないですよね、正直。やっぱりこの まあ年になってくるとまあなんかあんまりちょっと器を広くしないといけないなと器を大きくしないといけないなっていうと思いますしまあ男女関係ってあのまあ,まあ日本語が出てきませんがそのまあいろいろあるんでそこに来てそのまあ不倫っていうのを無理やりなんか今無理やり不倫を叩こうというような過度に悪いものに仕立て上げようっていうような何でも言いますけど悪いことではあるんですけどもなんか こう曖昧なものに対して絶対的な正義をとかを押し付けようとしている感じがすごいなってそういう風潮を週刊誌が作り上げてようとしてたりとかで一部その、えー、SNS の人たちとかがちょっと面白がってそういうことをやろうとしてないかなっていうふうになんか思うんですよね。も甘いもも甘ある男女関係のの中で無理にその、えー 善と悪を切り分けてえこう自分たちは善だっていうようなえいやこういうことをやるやつは悪だみたいな別に恋愛関係以外にもそうだと思うんですよその人と人との間であるとかクライアントとえクライアントとそのえ受注側の関係でもそうなんですけどもあの <laughs> 何があったかってやっぱりお互いに話を聞いてみないと分かんないしえどっちが100%悪いとか。 不倫するやつが100%悪いとか、えー、そういったことってぶっちゃけそうないと思うから何て言うかその仕事気に来てるんじゃないかなって、えー、僕自身は思いますよね。まあ、こういったのって、えー、なくならないとは思うんですよ。こういったのって、えーまあ、なくならないとは思うんですけれどももうそろそろあまたかっていうふうな雰囲気になってこないかなと思っていて。 また別の可能性としてはなんか性加害みたたいななこととくっつけられて最近報道するよようになりましたよねあれにも僕はちょっとあのまあもちろん被害者がいることなのであの本当に、えー、気分を害された方とか本当に性加害にああわれてしまったというよ性被害にあわれてしまったっていう方がいるんだとしたらそれは本当に。えー あのー、大変なことですし、えー、悔しいっていう気持ちはすごいわかります。えー、ただ一方でそのまあちょ当事者は置いておいてなんかその不倫と性加害みたいなくっつけて最近報道するようになってきてる部分もあるから、えー、それに関してもなんかそのまあ条例とか法律の違反をなんか縦、えー、に、えー、なんか、えー、正義の盾として振りかざして、えー、なんかやろうとしてないかなっていう部分が。 僕自身はありますよね。で皆さんもやっぱりそのそういった報道とかにちょっとあまり左右されないようにしてほしいなって僕自身はすごく思いますよね。やっぱりそのマスメディアって僕自身も所属してて何なんですけれどもやっぱり大衆をこう民意を形成したりとか世論を作ったりとかまあそれはスキャンダルでもそういった行為は行われてるんでなんか今だったら不倫は悪いものであるとか。 脇は悪とかこう、えー、そうこう事務所に、えー、クライアントにこあのヘイトしたりするのは悪いことだとか、えー、事務所の仲間た,た,ち,仲間たちにあの、えー、まあわり、えー、いけないんですけどパワハラみたいなことするのはもちろんそれはいけないんですけどパワハラみたいにしちゃってあげられて、えー、そういうことするのは悪いことだみたいな,なんかそういうのマイケルにいとまがないんで,でそういうのを SNS の人たちとか ニュースサイトのコメントの人たちが、あの、た、えー、きつけるから、そういうようなことも起きてるだなんかこう、えー、いろんな当事者の人が、こう、泣きを見たりとか、もちろん責任は取らなければいけないんですけれども、ある程度の、そういうことになってないかなって僕自身は思います。やっぱりその、もちろん、こういうふうになんか、公職に疲れてる方とか、 あのもう一般的にクリーンなイメージが必要となっている方それはあのテレビに出ている人でも政治家でもそうなんですけれどもそういった人たちに対して非難がいったりとかある程度の責任を取らなければいけないっていうのは分かります、えー、分かるんですけれども、えー、そもそもの,あの線引きっていうのはすごい難しいことだからでやっぱりその、えー、どっちかが差が出ちゃうっていうのはその えー、あまりちょっと僕自身もすごいかわいそうだなと思う部分はあるんですし納得いかない部分はあるんですけれどもそういったのはまあ現実は現実なんでなんでそのまあそもそもその不倫とか浮気であるとかそういった報道とかに皆さんがあまり惑わされないというか。 えー、まあそういう気持ちを持ってもいいんじゃないかなと、えー、僕自身は思います。もちろんそのしかるべきその当事者の方々は責任を取れるっていうのが一番望ましい社会ではありますよね。その上でその男女って特、えー、にほんといろいろあると思うんで、えー、皆さんその自分のことも思い返してみて、えー、適切なものの見方で、えーまあ、そういった報道であれ えー、そういったものを捉えていっていただけるようになっていただければなと私自身はまあちょっと雑談みたいな感じになりましたけれども思っております次第です、えー、この動画をご覧いただきましてありがとうございました、えー、もしこの動画が良いと思った方は、えー、高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは